報道するラジオ、今週の特集テーマ、最後の迎え方です。特別養護老人ホーム、ろ過ホームに常駐していらっしゃるお医者様として、多くの方の最後を見てこられました、石飛幸三さんに今日は来ていただいております。石飛さん、さっきもちょっと出ましたけれども、えー、もともとは大きな病院の副院長さんとして、あの、どういうお仕事をしてらっしゃったのどんなお仕事ぶりだったんでしょうか うん、まあもともとは私消化器外科医としてスタートしました、ね、はい。外科医切る方ですねそうですねあ<は>それで、えー、なぜそれじゃ消化器外科医になったかというとがん、まあ、がだんだん問題になってきた頃ですよ、うん、今から約半世紀前、えー、あれゾンビ扱いだからね母屋、うん、に取り付いた化け物だと。 それがはびこってきて母屋を食い殺すんだって人間の体を,の体を、まあ、ダメにしていく<う>だからそれを、まあ、切り取るといううとにかくそれから逃れる方法があるとすればそれは体から切り離すしかないんだっていう、はい、そういう基本的な当時考えでしたよ、はい、だからがんを治せる方法は外科だって そしししてててと毎日働いてらっしゃっゃた、えー、そ,でその時に例えばまあ高齢の方でも手術するかしないかって大きな選択の場面ありますよね、えー、そういう時に例えばもういや高齢だからまあ私は手術はもういいですわっていう方もいらっしゃったかと思うんです、うん、そういう時に石飛さんは若き日の石飛さんはどういうふうにおっしゃってたんですか、えー、いや俺はの90歳の胃がんの人も手術して治したって、うんうん、自慢してたんだよねはい。 だけどその人のその人の人生の中で本当に胃を全部取ってその後がどうどういう生活をされるのか本当にそれがその人のためになったかどうかというのをそれより自分が90歳の人でも胃がんを治したっていう、はい、そんなことを自慢してたような男だったよ。 うんうん、それはねそれは若い頃はそんな時代もありました。うん、それはもちろんそれはそれでね大切な医療行為なんでしょうがただやっぱり石飛さんも、まあ、年月減られて、ええ、そして病院から今度は特別養護老人ホームという場所に仕事先を変えられた、ええはい、そこでどんな状況をご覧になりました、うんうんまあ、変わるのにはですね、ええ 変わるのにはきっかけがありましたよ、はい、自分も年取ってきましたよ、はい、六官暦なんてよく言ったもんだよね <laughs> 私ももうすぐそうですけど人生に二回り目に入る、はい、ああそうかってそれはねみんな気がつきますよ自分がいかにね体力が落ちてきたかということを正直に感じるよ、はい、この下界もそれを何よりも感じた、うん そしてやっぱり「特養に入ってらっしゃる高齢者の方いやそれ、うん、そ,そ,のその前にこれはとにかく直さなきゃいけないってただただね、えー、半分はこっちの思いでやってたのかって、はあ、本当にその人のことを考えてたのかって、はあ、特に直せなかった人も出てきますよね。そ,そ,うねそうするとと直せた人のところには 自慢げにに言って勢いをようと言っててとるのに病室にて、えー、くだらない話してるのに治、うん、せなかった人のところに足が向かない自分がね人間として嫌になってきた、はあ、これね本当にね治せるのかと思い出すと同時に治すことが意味があるのかと思うと同時に治、うん、せなかった人治せた人しかしみんな 歳を取っていきますよね、はい、その先がどうなってるのかこれは医療の本来の意味をもう一遍考え直さなきゃいけないと思い出して、はい、そうしてロカホームっていう特別養護老人ホームあそこでは医者が常勤だから常勤、はい、の医者ならば楽屋裏まで全部見れるに違いないうんその先生が病気で倒れられたって聞いて そそして私はそこへ行かせてもらった、はい、行ってみて本当に良かったと思う、はあ、行ってみてね何が起きたかっていうと相変わらず我々はもう自然の摂理の最終章で食べたくなくなってる人にもしっかり食べていつまでも元気でって、はあ、また叱咤激励して 余計な負担をかけて、それが本人のためになってるんならいいけど、これは我々生き物だから、いずれ最終章が来るからだね、それを、いや、直さなきゃいけないって、直す意味がない、直せないだけじゃない、直す意味がないことをやって、かえって苦しめてる事態が起きてた、そこでは。よく高齢の方で でありますね。ええ、食べ物喉通るときに、ええええ、あの行っちゃいけない方の軌道に入っちゃうんですかね。そうそうあれ苦しい。いや苦しいですよ。苦しいですよ。それはもうね、えー、だいぶね、80年も90年も生きてきて廃木食べれてきてる。うん、そこへいろんな反射が落ちてきてる。うん、食べたくなくなってるのに、うん、しっかり食べていつまでも生きてって。うん それは思いはわかるよ。ね、だけど、うん、それはね、切ない、切ない願いだよ。ねそして、あと一口食べてって、それがあだになって誤嚥させるんだから。はい。俺は苦しい。ね苦しむのをほっとくわけにいかない。はい、救急車呼ぶ、はいうん。病院運ぶ。病院は病院でね。いや、80の人だから、90の人だから、もう、もう置いて衰えてきたんだから。 こんなの医療をやって助けたらね、えー、この人のためにならないなんて思わないからね、うん、その人の人生なんて考えないから、うん、目の前にいるのは肺炎の人だから。あ,あ、なんとか水野明子と水野明子さんという人生ではなく,なくて肺肺。肺炎患者肺炎患者を見て。そりゃそうですね。ねこれは治さなきゃ。はい、それがしまた病院は役割だから、うん、それそのまま、いや、90歳で認知症だからもうボケてんだから、こんなの医療、 しないなんつったら、週刊誌で叩かれるからね。できる限りの医療、ね、できるだけの医療をやるというのが従来の医療の役割ね、はい。ところが、そのできる限りの医療の中に、本当にやるべき医療もあるでしょうが、これはいわゆる過剰な や,やらない方がその人のためなんじゃないかというのもあるわけそういうことですね。そういうことに前人先生は感じてらっしゃるんでしょうけど、はいはい、その例えば一つが、胃ろうという処置ってありますね。これ皆さん、あの、ご存知の方はご存知でしょうけど、なんて言ったら説明したらいいんですかね、これは。らね、知らない人もいるかもしれないね。はい、もう、要は、口から食べると、 反射が落誤たりして,し,てしちゃうから今はいろんな技術があって発達した内視鏡、はい、日本には特別にね<ー>発達した内視鏡がありますよ、はい、それで胃の中から照らして、はいえー、おへその上で皮膚にね皮膚に麻酔をかけてちょっとした穴を開けて4トル足らずのプラスチックのキットをはめ込めばね おへその上に皮膚に穴が開いてそこから直接胃の中へ通じる井戸ができるんですよ。はい。それを胃ろうという老、老孔、はい、一種の老孔ね。はい。えー、穴ができますよ。胃に穴が。まあ、直接通じるようなに。で、そこに言ったらまあ、食べ物というか栄養、うん宇。宇宙食のような、<お>あの流動食。はい。栄養のある吸収のいい 景観栄養剤をぶら下げときゃ重力で入るからね。もう喉通らないから。喉通らないし、栄養は一日に必要な栄養素全部も計算されて、カロリーも計算されたものが入っていく。それだったら、もう誤縁の心配もないし、楽に栄養が取れるという。ここにみんな思っちゃった。はい。みんな思っちゃった。ところが。うん。ところが、 どういう相手にそういうことをしてるのかということを実は我々十分考えてなかった。単に喉を通ると危ないから直接胃の中に入れときゃ安全だろう。生きていけるようにしたんだからいいだろうってこう簡単に考えたけど実はその相手というのは何かというと もうだんだん食べられなくなって食べたくないんですよ単なる喉の反射の問題じゃなくて体自身が受け付けなくなってんの、はい、胃の中に入れたからってそれが十二指腸がちゃんと死体を送ってくれるとは限らない、はあ、うもういらないものを胃の中に入れられる我々も食べ過ぎたら吐くのと一緒で、はああそりゃしんどいことですねで<え>、ええ、食堂は上に通じてますからね、うん、簡単に逆に 上上に上がってくるんですよ<あ>逆流するんですよ逆流すするんですかそう,そうですよそして上に上がってくれば喉のところは反射落ちてるからね、はい、そういう人に限って色をつけてもう体が受け付けなくなった人に無理やり色をつけると、うん、矛盾したことをやっちゃう、うん 栄養をつけようと思うのに誤え性肺炎をまたもっともっと逆流でもっとさらに悪い結果がそう相手が受け付ける人かどうかを考えないでやってたからもともと胃ろうというのは、はい、簡単に言えば生まれながらに食道狭窄食道が通ってない赤ん坊うんそれはまだ神様が与えてくれたこれからの命。う ちゃんと手術をして、食道形成術して、自分の口で美味しいものを食べていけるようにするための手術。えー、子供の食道形成術ができるまでのピンチヒッターとして開発された、これからの人生のある人に、その目的で、 作られた色という方法が、とっても意味のある<う>あの方法でもあるんですね、うん、人によっては。ううだけど、やる必要がないのではないかというケースも一緒にけけない、体に無理やり入れるような、<ー>そういう形になっちゃった。それあのー 逆にまたね移動することによって高齢者の方が激しい肺炎にまた襲われるっていうことになるとその後どういう事態が起きるんですかいや救急車に乗ってまた送られるんだから私ロカホームに行った時ね100人の入所者の特養だったけど4分の1の25床が空いてた。あ病院にも入院してらっしゃったってことですか最初の時は。 もう、そういう人が、結局、介護保険料が入らないから、病院には医療保険で支払われてるから、特養は経営的には非常に厳しい状況になってた。はそうでれでしかも、色をつけられてそれが帰ってくると、帰ってきましたらまたしっかり食べさせなきゃ、またしっかり入れなきゃいけないって、宇宙食のようなものを入れると、 ご縁するそんんな悪,悪循環が起きてたんですよそのご本人にとってはすごく厳しい、うん、しんどいことが次々と続いていくこれやっぱり胃はあはその人その人でやるべきじゃないっていう考えもあの石飛先生いろいろおっしゃってだいぶ広がってはきたようですけどこの 医療でなかったも他の形でいろんな水分を体に取り込む、うん、点滴をするっていうような状況はまだまだ多いですよねいろんな現場、ね、そのものの本質を考えてないから、はい、何か医療をしてあげることが親切だみたいなまだ医療を過信してる面があるからでもね家族の立場にしたら、うん、それは一日でも長く生きてほしい。うん で,すよね、でも順番ですよ。ね親、親、連れ合い。ねそれは親が先に行くのが順番だ。うん、それでも一日でも長くとは思いますよね。その時におさんが、それがどう,どういう一日であるか、どう,うかどういう残った、どういう残った親の人生の最後の時間が続くのかということを、その、 生活の質というかね、生きてる時間の意味を考えてあげなきゃいけないよね、お母さんの、お父さんの。ただあの、移動をしなかったら、うん、もう、その、誤嚥性肺炎などで、もう食べられませんよ。食べられないっていうことは、うん、もう栄養が取れないわけだから、うん、どんどん弱っていかれますよ。うんうん、あと、一週間とか二週間でうん、うん、亡くなられますよって言われたら、うんうん、お医者さんに。うんうん、で、移動したら、あの、栄養も取れますからって言われたら、うんうん で、簡単な時間あの、短い時間での手術で異動つ、医療もできますよって言われたら、そりゃあ、あ、先生お願いしますってならないですかうん、うん、いや、なる人が多いんだよ。うん、なる人は多いけど、しかし、その人、お母さんの身になって、お父さんの身になって、うん、自分だったらつけてほしいかということを考えてみたときに、はいね、私はそういう人たちがどういう状況で生きてるかを毎朝行って見てるからね。うん、それは 美味しくも何もないものをただ入れられるんだよ。胃にね。胃に入られるんだ。直接ね。ねえ。はい、そして、うん、まあただただ、本当は実は美味しいものを食べたいと思っても食べさせてもらえない状況だ。うん、しかも、朝入れられて、うん、まだ気持ちが悪いのに、 もう昼の時間が来たら看護師さんが持ってきてつないでいこうとする<ー>いややめてくれって言えない人たちなんだみんなはいもうねその時点ではね<う>あ,のあともう一つ伺いたいのは移動する前の意識のその、うん、しっかりし,し加減とね移、うん、動してからの、うん、その意識の雰囲気ってだいぶ変わってないですかそういう方多,い多くないですかいやだからね、えー 自分の口で食べて、はい、ああ、美味しいとか、いや、ちょっと食いすぎて、これは、もうちょっとやめとこうとか、うん、自分、我々生き物だからね、好きなものは食べる。はい、嫌いなものは食べない。うん、食べすぎた時は、次は、控えようと。そうやって生きてきた我々生き物なんだ。はい、それを機械扱いされて、決まった時間に決まった量を入れられればね、 もうね、人間魂抜かれるよ。はあ、決まって独特の口になるよ。はあ、だって脳はもう追い詰められて、ムンクの叫びのような、あのく口を半分開けたような形で寝てる。うん、魂抜かれてるからね。うん、手足はどんどん拘縮してきますよ。はぁ、あ。 縮んで曲がってきますよ。中には、膝が顎につかんばかりにくっつけ、くっついた。はあ、その人の部屋の壁にはね、若かった頃のね、綺麗だったろう、本当に、うん、ある有名な人。うんうん、その人自身がこんなになるのかっていう、現実はそこへ見せられるからね。はあ、ああ、この人ね、あんな有名な人。 きっとね、うん、自分の最後こんな姿で生かしてほしいなんて絶対思ってなかったろうというのがいくつもありますよそういうこと私たちは知らないから、うん、この処置を受けたらどうなるかっていうことを分からないまま、うん、目の前の先生の勧めでお願いしますと言ってしまうケース多いんでしょうが今そのロッカーホームで石飛先生がなさっている看取り方は逆にどういう形なんでしょうか、うんうん、みんなが みんなが本当は知らなきゃいけないというのが一つだけある。はい。ぜひ教えてください、ね。それはね、我々生き物ですよ。うん、いつまでもしっかり食べて元気でってね、それは、はっきり言って、ほら、願いかもしれないけど、お題目だ。うん、ね本当にその人のためになることじゃないよ。食べることは食べられないのに、無理やり食べさすんだもの。 はい、食べられ、い,いや、でも食べなかったら死んじゃうじゃないですかいや、それはいずれも我々は最後が来るんだから、そういうふうに我々生き物は作ってあるんだから、うん、神様がそういうふうに、だって、俺たちは命のバトンランナーだよ、一人一人は、はい、先祖から命を継いで、子孫に残していく、うん、我々そはその一コマ、せいぜい100年の命ですよ、うん、いずれ最終章が来ますよ。はい 最終章が来ると神様はどういうふうにしてくれてるかというと、えー、本人は食べたくなくなるんですよ食べたくなくなるんだ、うん、それを食べろ食べろって頑張らされるとかえって苦しいよということは先生あの食べないから死んじゃいますって私さっき言いましたけどうん、うん、そうじゃなくて死ぬ ような状況に人が自然に至った時には自然に食べない。そういうこと。死ぬ前だから食べないのは普通のことなんですか。もう必ず、必ず食べられなくなる。はあ。食べたくなくなる。じゃあ、食べられなくなったら、あ、もうそろそろ、そういうこと。あちらに行くんだなっていう用意を自分も周りも、周りも本当に。感づいた方がいいんですかそうい,いそういうことです。単純な話。 それを知った方がいい。そして神様は何しろ、はい、そうなったら、本人はもう夢の中で、何の苦痛もなくて、<ー>いろんなこれまでのいろんないい夢を見て、はい、静かに行けるように、神様は、これは神様の恩寵だね。恵みだよ。自然の恵みだよ。それをね、みんな早く知った方がいいんだよ。<ー>こういうほら、高齢社会来たでしょ。はい 差社会だよ老いてて衰えて、はい、だって平均年齢、えーねえー、90歳人が次々、えー、次々自然に最後を迎える時代がもう間もなく来てるわけだからだからこそ先生あの多くの人は、うん、あの穏やかに、うん、静かに自分は生きたいと思ってます<う>私だってそうです、えー、でもだからそのためにどんな医療をしてもらえるのか って考えるわけですよ。今のお話だと、うん、いわゆるそんな、あの、色もしないで、いろんなチューブも入れないで、管なんか全部な、ない、何にもある意味しない、医療処置をある時点で、ある時点でもう行かれるという時だと、もうしないということの方が、うんい、痛みとか苦しみがないっていう意味で受け取っていいんですか、うん、それが平穏詞だからね。えー あの、平穏って、ま、平穏に亡くなる平穏詩。なな石飛先生もずっといろんな方の死を見てきて、経験的に、ああ、この人もそうだった。ああ、この人もそうだった。<ー>その、その本当に連続ですよ。それはね、痛まないし、うん、苦しまない死というのは、あるんですか、うんうん、それを、はい。特別養護老人ホームで、最終章に来た人を、 あれは最終章に来た人のついの住み方だからね、はい、そういう現場の医者をやってるとうもう最終章の人にはどうしてあげるべきかという現場を次々見るわけですよ。そうでしょうね,ね、はい。それはまだ人生先のある人、ええ、それを人生途上で病というあのピンチに立たされた人それは助けなきゃいけないそ,そ,それは助ける意味だ それが病院の役割だ。うん、ところが特別養護老人ホーム平均年齢90歳。うん、人生最終章の人が、じっとその人の人生を伴奏してあげてれば、うん、ああ、この人はもういよいよ最終章だなということはね、常に一緒に人生伴奏しながら、常勤医としてその人の人生を見てればわかりますよ。うん はあ。それは必ず来る最終章だから。もうここからは医療は、もう延命治療やめようと。もうもうそしたら、そこからやっぱりその穏やかにいけるということも、実際に現場で見てるから。かえだけど 例えば、まああのー、リスナーの方からもね、いろいろなご意見、来てるんですけどもね、がんで親御さんを失われたという方もいらっしゃる、うん、そのがんの末期で、うんえー、とても痛みがあるのではないか、うん、その時にモルヒネなどをどう使うかみたいな、そういうご経験も石飛先生は、終わりじゃない,ですかいやそれは病院ではありましたよ、病院では治さなきゃならない癌をしかしかか治せなかった 治せなかった人は最後苦しみますよ。うん、ねそれを、うん、本当に麻薬をしっかり使って緩和ケアしなきゃいけない。はいえー、そういう世界知ってますよ。うん、やってきましたよ。はい。だから、露化ホーム、特別養護老人ホームの常勤になろうとしたときはね、あ、これはね、俺、これから死に、死ぬ人が、の館へ行くんだから、うん、最後は苦しむだろうと。 だから、麻薬の使い方もきちっとやらなきゃいけないと思って行きましたよ。えーはい、しかし、行って10年以上経つけどね、一回も麻薬を使ったことがないというか、使う必要がなかった。それはなぜか。えー、それは、食べなくなって、眠って眠って、静かに、 もう麻酔がかかってるような人。ご自身で入所者。はい。ね。麻酔かかって、ま、かけてるわけじゃなくて。かかなくて、食べない。自然に麻酔がかかってるような状況になってらっしゃる,ななる,るんですか食べなくなると、食べなくなると、<ー>みんな静かに気持ちよく寝るよ。だって年取ってきてね、食べ過ぎた時の方が誤嚥させてなんかもっとそうだけど、本人苦しむよ。うんうん、だって食べたくなくなってんだから。 タヌキワンワンさんという方が、うん、リスナーの方が聞いてらっしゃるんです「うん、私の父は25年前に肺がんで、うんえー、最後は苦しみまくって亡くなりました」うん、でこのように患者が苦しむことなく最後を過ごすために、うん、家族にできることはありませんかって聞いてらっしゃるんですけど、うんうんまあ、肺がんの場合に、ええ、肺がんの場合は私消化器外科医だからちょっと別かもしれないけど。うんうん しかし、最後の苦しみをないようにという意味では。えー、あんまりね、ええ、あまり、まあ、本人を治せるならいいよ。治せないのに医療をあまりにも治さなきゃいけないと。医療をやること自体が本人の苦しみを強くする場合があるからね。抗がん剤なのかそうだよ。ね、抗がん剤なのか効くんならいいよ。効くかもしれないって。うん、かえって本人苦しめるよ。 ねえ手術して治そうとして、うん、手術して肺を取って余計に呼吸困難が起きるかもしれないよリスクはそれぞれあるっていうことですよねだからその人のんか、ねまあ例がちょっと違うかもしれないけど、えー、私なんかろ過ームで、うん、麻薬を使う必要がなかったというのはす、はい臓がんでなくなってるかもしれない、うん ね、胃がんで亡くなってるかもしれない。はい、調べてないからわからない。はあ、調べる、調べて分かったところで今さらお腹開けてこの人が治せるはずがないことが分かってるから、うん、もう調べない。うん、食べなくなった。うん、眠ってる。ね、どんどん、ね、し気持ちよく眠って、そしておそらくこのまま 医療も何もしなければ、はい、10日後にはおそらく静かに明け方なくなるだろうなということは予想つくよ。うもう認知症で、認知症でいろいろあった。はい、では、ね、そういう人を今更調べてどうするのだ。 ロッカホームの場合は大体入所者の方々平均90歳ぐらいで、うんうん、まあ多くの方が認知症でいらっしゃる。そういうあの場所での石飛先生のお話ですけど、もう一つたぬきワンワンさん聞いてらっしゃるのはね、うん、あのー、まもなく88歳の母がいます。はい、で、母は一人では歩くことができない状態です。うんうん、で、えー、お母さんこうおっしゃってるんだそうです。管をつな、管につながって生きているという、うん 状況になるんだったらももううう死なせててほししいいいうとふうにおお母様いつもおっしゃっゃるんだそうです、うん、でそのことをこの方息子さんは納得するとしても、うん、いや姉の家族は延命を望むことが考えられるんですと。うん、だから自然死ってものをじゃ見送る方の家族としてはなかなか受け入れられなくて一日でも長く延命をと。 思いませんかどう考えたらいいですかって聞いてらっしゃいます、うんうん、お母さんの人生を考えてあげなきゃねそのお姉さんたちが延命をする意味が何なのか、うんうん、お母さんがだってお母さんはもう余計なことはしないでくれって管で,管でただね時間だけ延ばされるのは嫌ですよって言ってるならさ、うん、お母さんの人生じゃないの その、ご兄弟のお姉さんか誰かの人生じゃないじゃないの。うん、大体そのお姉さんかなんかが言う資格も日本の憲法から言ってもあれはしないんだよ。死、うん、は個人<本>個人のものだってことですね。いや、本人、本人の一生、うん、一生は本人のものだから、本人の人生だから、うんうん、ね。どういう、どういうふうに生きるか、本人の意思だもん。それは、ね、少なくとも日本の憲法はそれをも、 ちゃんとおもんとてますようん家族に何か権,権利があるように錯覚するけどそれはね社会としてみんながおもんばかってあげてるだけだよ、うん、ほ本当のところは。伊 <laughs> 原サイモンさんって方はね、うん、4年前に母が亡くなったんですが「うん、リビングウィル」に署名なつ印していました。どこまでがでががも母が 望まない延命といったものなのか、見当がつきませんでしたとおっしゃってるんですねいや、見当つかないと思えばね、えー、誰にも見当つかないよ、それは。リビングウィルというのは、いわゆる、えー、自分が元気な時から自分の尊厳を守るために、こういうふうに死にたいと、言っとくってことですね、うん、こういうふうにっていうか、要は役に立たない、余計な、よけな,な苦しみを与えるような、うん、ただ時間だけ伸ばすような。うん ね、生きてることにならないような時間を延ばすようなことはしないでほしいとう、はい、そういう原則をちゃんと言っとけばねうん周りのものがそれを重んじてあげればいいんだそれって延命治療ってはやめてくださいって例えば一言書き残したいっていう人はもう今増えてると思うんですけど、えーえー、どっからどこまでが延命なのかってそれはみんながその時にその時にそんなのね、うん 詳しく書こうとって書けるわけないよ。いや、素人だから分かんないんですよ。いや、誰にも分かんない。そ,ならないそれはもう、その場がどういうふうに動くかによって、一例一例全部違うんだから。うん、あそうですか。で、そ,そのことをちゃんと分かってくれるお医者さんが、どこにでもいてくれなかったら、書き残したってくいや、だからこういう、こういう時代に高齢者の自然な摂理の最終章が来る時代になったから、はい、医療も医者ももう一つの医,医療の役割をひ、 しっかり自覚しなきゃならない時代が来たんですよ。人を助ける病気を治すという以外のもう一つの役割もう一つの、そう。それは最終章の人、うん、自然の摂理が来た人、はい、役に立つ医療があるんならそれはやってあげましょうよ。はい、もう役に立つ医療は本人のためにならないんだということをね、うん、基本、そういう非常に本質的なこと、うん、医療のもう一つの夢をしっかり分かった医者がこれからはね、 非常に大事私はね、うん、あの石飛さんがお書きになった「平穏死という生き方」というご本を読ませていただいて一つびっくりした言葉があるんですね。あのそれは、えー、っと人間は最後の時、まあ、自然に枯れて亡くなっていくとあの痛みや苦しみがなくて平穏に生ける。逆にその余分な水を まあ点滴や色などで入れた時にはあのまるで人が溺れたように、うん、溺死したかのような、うん、あ形になって肉体がまあどちらかというとこうブヨブヨしたあ形枯れるのとは逆の形になって、うん、そしてこれは多くの医者が知ってますよ多くの看護師さんが知ってますよ。へ 家族の人でもそれを読んで、ああ、確かにそうだったなって、本当にあんなことしてよかったのかって、今頃になってね、悔いてる家族の人も少なくないと思うよ。う第一年、ね、今から2000年前だ。はい。二千0 0年前お,いおいて衰えて、うん、死ぬのは一番楽な死に方だって。 2000年前にプラトンが書いた言葉ですよ。プラトンの時代からもう知ってたんですかいや、自然とか考えてみたら、人間はみんなそういうことは知ってんだよ。人間自身生き物だから。うん、そうそうか。ねはい。それを我々はね、いつの間にか科学を過信して、科学がなんだかいつまでも我々を生かしてくれるような錯覚に陥ってんだよ。うん。うん、ね、そういう面がありますよ。それは 戦時中にさっきも言ったけど、たくさんの同胞を失った命は地球よりも重いって。それ自体は正しいよ。しかしね、自然の摂理で、いずれ我々は最終章それをどう、そういう高齢社会が来た時に、意味のある医療と、もうその人の役に立たない医療をね、ちゃんと、その人の人生を考えて、それに伴走しながら、 医療の意味を考えてくれる医者がこれからは大切だよね闇夜のカラスさんっていう方はね、うん、83歳の母を自宅で見送りました末期、はい、の膵臓がんでした、えー、最後は点滴も全部やめて、えー、安らかに送ってやれたと今思ってます、えー、痛みはなかったんだそうですで「良いお医者さんに出会えてよかったと思ってます」とおっしゃった、えー、実際ねロカホームでもね、はい、黄色くなってきたよ うん、入所者が92歳だったよ。はい、明らかに胆道がどっかでね、胆汁が流れるあの道が塞がれた症状がはっきり出てきたよ。はい、それで、あーこれはね、膵臓かもしれないね、胆道がんかもしれない。はい、ぜひ、ねえ、 一応、どこがどうなって、あなたに何かがしてあげられるかどうかを調べたいから、病院行ってみましょうよって言ったらね、その人は毅然としてね、90過ぎのおばあちゃんよ。私は病院なんか行かない。行かない。行かない。もう、それは本当にお一人の方だったからね、後見人がついてたね。私は後見にも,にも頼んで、せめて本当にその人が治療はしなくたって、 どうしてあげるかはこちらが勝手に強要することはしないから何が起きたかだけでも調べさせてくださいよ、えー、痛くない超音波の検査もあるんだから、うん、それでやっと行ってもらった膵臓、はい、がんだった、うん、ねそれでそれを教えろって言うから教えてあげたその人は最後までもう余計な治療は病院なんか絶対私は送らないでっつって 最後食べなくなって、眠って眠って静かに行きましたよ。もうその状態の時私の顔を見ると私に手を合わせて感謝してくれた。まあ。もうそういうのを見てるとね、かつてもうとにかく90歳でも俺はな、手術したんだなんて威張ってた自分が恥ずかしくなったよ。医療の意味、ね。うん。役に立つんならやろうよ。 あのね、ラジオネーム、うん、ネムネムポンちゃんっていう方が、石飛先生にぜひ聞かせてくださいっておっしゃってる。うん、あの、特別養護老人ホームに入った90歳のお母さんのことなんです。うん、認知症になって、膝折れが起こるようになったので、特養、うん、に入ったんですが、うんえー 最後の時期だから食欲がなくなってきているのか、うん、今単に体調が悪くて今だけ食欲がないのか見分けられなくてとても不安だっておっしゃる。うん、いや、それはこっちが娘さんか息子さんか、それ娘さんか。はい。娘さんか。娘さんの思いだよ、単に。ね。娘さんの思いなんだよ。うん、お母さんは分かってるよ。 ねえお母さんは自分は食べたくないんだよ認知症でらっしゃるから分かってないんじゃないかと思いがちじゃないですか、いや、だってそれは認知症ならなお結構じゃないの、んねそんなに頭がもうキラキラしててごらんよ、ん自分の体がどんどん老いて衰えて、口でいくよ。 そお母様はご自身でちゃんと知ってらっしゃる気持ちが大変だよじゃ無理にとにかく食べさせないであげるということ、うん、食,べ食べたくないのは無理やり食べさせたら苦しいじゃないの、うん、それは年取ってくるものには一番わかるよ、うん、そうなんです、ね、多少腹が減ってるぐらいの方が楽だよあの多くの方が今日のお話、うん、本当にあに自分のためのものだって言ってあのいろいろとお便りくださっておりますこの後後も最ままでひとび先生ご一緒くださいませ 報道するラジオ、今日は、 えー、最後をどう迎えるのかというテーマ、最後の迎え方と題してお送りしてまいりました。特別養護老人ホーム、ロカホーム医師でいらっしゃいます。石飛幸造さんにお話を伺ってまいりました。石飛さん、えー、っと、リスナーの方で、お母様を2年前に亡くされたんですが、えー、西宮市の松村さんという方は、色をお母様が最後の時になさって、それはとても良かったというご経験を語ってくださっております。あの、息子さんと 娘さんでいいろろと考えたんですってでお母さんが自分の意思を示すことができなかったのでどっちがいいだろうかといろいろ考えることによって絆が生まれたあるいはあのそれまで全く意思疎通ができなかったんだけどもとても優しく介護なさる看護なさる方々がなれた。うん こういう、こう、時間が必要だったという、いい時間を過ごされたというのもいただきました。はい、あるいは、えっ、ー、と、ハルタンという方は、えー、演芸障害、弟54歳なんですが、えー、誤演性肺炎を繰り返していたので、数年前、医療をやりました。 長年、医療施設に入所しています、今日はいろいろ考えましたとおっしゃっております、医療、うん、する、しない、あるいは延命治療する、しない、それどちらも皆さんがお決めになることで、自分が決めたらいいことなんでしょう、その選択できる社会になればいいなと今日私は感じたんですが、私はね、2点だけ、はい、本人のためになるのかどうかということが一つの判断、はい、それから、迷うことは。うん 迷うことは人間の常念としてそれは仕方がない、はい、しかしね迷っていい迷ってみんなで一生懸命議論して考えることが人間の誠意だからねそうです、ね、今日はひとびこうぞうさん、はい、どうもありがとうございましたい